市議会議員の川口博史です。今回は、平成28年度予算の中の特に財政についてお話をさせていただきます。市長も言ってますけれども、税収は増えてます。おかげでですね、しかしながら、高齢化社会を迎えて、支出もそれ以上に増えてます。そういった意味では、使えるお金が減ってきたというのが実情であります。そうした中でどうも今回の予算、通ってしまったんですけれども、バランスが悪い。例えば、過去4年前に今の市長がアイランドの土地、まあ、その他もありますが、買ったら3割バックしますよということで、やった4年間やったツケが、今から払っていかなければならない。おおむね今後4年の間に236億円、これはまあ見込みですけれども、の負担がきます。だから、一般の皆さんからいただいた税金、これは国の補助もありません。そこから、28年度は82億払わなければいけない。これが他のものに使えるのに、これだけの額が頭跳ねされます。どこにしわ寄せがいってるかといいますと、例えば公園や道路、これは予算は変わらなく見えます。しかしながらやり方として、道路や公園すぐ買えません。土地を売ってくださる方がと折り合いがつかないといけないもんですから、で買いたい時にパッと売れるわけでもありませんし、売るよった時にすぐ買える状況がないかもしれないので、そういった場合のために先行しとく、もう先に買ってて、借金してですね、それを予算の中で買い戻すというような制度がありました。土地の先行取得事業ですね、これを廃止、もうやめていこうと、財布が2つ屋根に見えちゃうよということで、そういう方向が決まりました。そして今公園や道路予算は、新しく買えませんから、返済だけ、買い取りだけをしなければならない。だから実際には公園は道路は増えません。借金払いで、何割かが終わってしまうんですね。そして維持メンテナンスが増えてます。だから作りたい道路や公園が作れない。そして、また、立地交付金ということで新たに雇用費も出そうと、どうも、大企業にお金をやって、それが、隅々まで行き渡るんなら分かるんですが、やっぱり溜め込む傾向にあるんじゃないかな。で市の役割は、国の経済対策、そこに及ばない、やっぱり弱者の立場に立った、守るんだと、福岡の自分の家族を守るんだという思いで予算を考えなければダメだと思っております。市民のお父さんである福岡市長は、市民の暮らしを第一に考えて、国ができないところ、国の中で相乗効果出すところ、どうも今回の予算を見ますと、偏った予算ではないかな、そういった思いで私は、やむなく予算案に対しては反対をさせていただきました。そういった中でしっかりと、使い道がやはり暮らしや市民が良くなるという視点をもっと強く打ち出して、しっかり意見を述べていきたいと思います。